平成30年6月10日、阿蘇山上にある阿蘇山条神社で、春の霊祭、河口鎮祭が行われ、神職が河口に五平を投げ入れて、中岳河口の平穏を祈願しました。阿蘇山条神社は阿蘇神社の奥宮で、噴火口は古くから神霊池と言われ、阿蘇神社の 一宮の竹岩達の御と二宮の阿蘇津姫の御と五宮の彦御子の神が阿蘇三条神社の祭神として祀られ、毎年6月初旬に河口を鎮める春の霊祭が行われています。この日は阿蘇火山防災会議協議会会長の佐藤阿蘇市長や山上のドライブイン関係者らおよそ15人が参列して、 河口沈めの神事が行われ、参拝者たちが玉串を捧げて、河口の平穏を祈りました。神事の後、神職3人が中岳河口に向かい、河口園から御幣を投げ入れて、今年1年、河口が平穏であるようにと祈願しました。神職が河口園に出向いて御幣を河口に捧げるのは、 熊本地震の影響や火山活動の活発化で、加口園への立ち入りが禁止されていたことなどから、平成26年以来4年ぶりです。この日も中岳加口園には大勢の観光客が訪れていて、河口を沈めるという珍しい神事を眺め、その様子をカメラなどに収めていました。